召喚に応じ参上する。みんながそばにいてくれれば。断罪の名において消えるんだ。はっ、くだらない、わめくがいい。ここだ。行くぞ。完全懲悪、神器を。よう、やっと来たか。かつては嵐でさえ止めることのできなかったこの南十字戦隊を港に引き止めてるんだ。私がどれほどあんたたちの顔を立てたか言うまでもないだろう。冗談さ、ちょうどいい時に来たな。出航準備が今終わったところだ。じゃあ人も揃ったことだし、そろそろ雷雨に包まれし永遠の国へ向けて出航だ。出発。
やっと来た。リーユへの姉御。待ちくたびれてたところだよ。それと二人の密航者、ああ、いや、客人というべきか。あんたたちの将軍様のせいで、近頃は稲妻近海の雷雨と暴風が前よりも強くなってやがる。もちろん私の船体も大いに本領を発揮したが、それでも少し時間がかかっちまった。そうだ、紹介しよう。こいつはトーマ、最近知り合った商売仲間だよ。君たちに会えることをずっと楽しみにしてたよ。トーマ、この二人は。紹介はいらない。異教の旅人の名声は外界の嵐太郎と防げないからね。とっくに耳に入ってるよ。嬉しいこと言うなお前。うん、手間が省けたな。トーマはもう長いこと離島で活動している。ここの顔役と言っても過言ではないだろう。何か困ったことがあればこいつを尋ねるといい。だがもしこいつがあんたに不埒を働けば、次稲妻に来た時、あたしがあんたの代わりにこいつを締めてやる。安心してくれ。俺たちなら仲良くやれると思うよ。そろそろ時間だ。あたしの船にはまだお尋ね者が一人乗ってるからな。長いはできない。カズハのことか。また会おう旅人。稲妻でどんな荒波に遭おうが乗り越えてみせろ。バイバイ、元気でな北斗船長。それじゃまずは審査所で登録手続きを済ませよう。稲妻のお偉いさんに会うのか。こっそりって言ったはずだけど。鎖国令をなめないでくれ。身分を調べることからはどうあがいても逃れられないよ。だからこうして規則を守りながら規則をかいくぐるんだ。